はい、酒好きな俺の飲酒トーク始めていきたいと思います。今回、チューハイですね。朝日の、秋限定、和梨、チューハイ、国産果汁。これ和梨って読むのか。チューハイ果実の瞬間ってやつですね。果実の瞬間っていう、チューハイ。アルコール度数4%。果汁が1.5%です。原材料がアルコール。初めて見たんだけど、原材料にアルコールって書いてある。あと、日本梨果汁、糖類、酸味料、香料です。甘味料は使われてませんね。よかった。アルコールってなんだ？アルコールって。原材料にアルコールって書いてあるの初めて見たな。まあいいや。飲んでみましょう。最近サウナ行ってきましたからね。ちょっとやばいんですけど。まあいいや。乾杯。梨ですね。でも梨のチューハイってなかなかないんじゃないか。梨味のチューハイって。あ、これ結構梨。梨を忠実に再現してるな。うちも梨結構食べましたけどね。梨美味しいですよね。まあ、リンゴよかは梨が好きですね。まあ、あと秋の果物っていうと、桃秋の果物なのかわかんないけど、桃が大好きですね、俺はね。梨より桃が好きだ。美味しい。これは普通に美味しいですね。やっぱり、甘味料を使われてないのがでかい。変な。しつこさがない。果実の瞬間。ただ、まあ、欲を言えばちょっとアルコール度数が少ないかなと。和梨。和梨。なしって読むのこれ。これね、なぜかね、この梨のチューハイ売ってるんですけど、これ、秋限定で もう一つあるんですよ、種類が。ぶどう。ピオーネチューハイっていうのがあるみたいなんですけど、そこのスーパーはこれしか売ってないんですよね。2014年の8月から10月末までの販売予定と書いてあります。なるほど。 美味しいですね。朝日か。
ああ、入り気のプレーンとか飲んでみたいな。入り気。チューハイ入り気。っていう、朝日の、かなり昔からある。って言っても、まあ、もう今、売ってないよな、これな。入り気な。今、ハイリキザスペシャルだったら売ってるけどさ。多分やっぱ人気ねえんだろうな。売ってねえってことはな、まあ、高いしな。高いし、いわゆる宝の缶チューハイみたいな感じの、ね、位置づけなんですね。高級チューハイみたいな。値段200円ぐらいするからな、これな。まあ、ぶっちゃけた話、タカラの缶チューハイ、よくは確実に美味しくはないですね。ただ、缶チューハイはね、高い。だけど、うまいんだけど、確かにうまい。だけどね、俺個人的にレモン味以外のプレーンとかが飲んでみたいんですよね。ライムは確か飲んだことあった気がするんだけどな。グレープフルーツも飲んだことなかった気がする。だからグレープフルーツと、とりあえず4種類飲んでみたいね。レモン味でしょ？あと、ライム味。と、あと、グレープフルーツ味と、あと、プレーン味。一番飲んでみたい。プレーン味飲んでみたいね。まあ。今やコスパの高い。ね、宝の、焼酎ハイボールに勝る、酎ハイはないですけどね。まあ、関係ないですけど、先ほどいろいろ調べてたんですが、ジャック・ダニエル。でね、実は700ml 瓶と、の他に、1リットル瓶と、1リットルのやつもあるし、1750ml のやつもあるし、3リットルのやつもあるんですよね。一番でかいのでね。で、どっか、まあ、店でもね、売ってた気すんだよな。3リットル瓶は多分売ってないと思うけど、1リットルと1750ぐらいは売ってたんですよね。ジャックダニエル久々に飲みたいな。でも、でかいのってさ、多分香りが飛んじゃうんだよね。だからあんまり、あれだよな。値段的に確かに安いんだけど、3リットルでね、6500円で、ね、売ってるみたいね。6500円ぐらいで。ネットの格安とかで売ってた気がする。あと、ジェントルマンジャックとか飲んでみたいな。高い。3000円以上する。けどね。まあ、あと、個人的にこのジャック・ダニエルのテネシーハニーっていうのも飲んではみたいんですが、これ美味しいのかな？アルコール度数35%。これ、ジャック・ダニエルに、蜂蜜を加えたっていうらしいんですけど。フレーバードウイスキーです。テネシーウイスキー、ジャックダニエルブラックに天然の蜂蜜を加えており、ジャックダニエルのバニラやキャラメルのような華やかな香りに、芳醇な蜂蜜の風味が加わった滑らかな口当たりと、上品な甘みが特徴です。
かな。蜂蜜か。しかも値段高えし。2000、まあでもジャックナニでも2000円ぐらいだもんな。ジャック・ダニエルは確かにうまいんだよね。まあいいや。うん、これ、和なしチューハイうまかったですね。24と。コク、甘み、まあ。結構甘さがすっきりしてるから飲みやすいですね。うん。これ美味しいです。これ普通に美味しいですね。はい。3444です。ご視聴ありがとうございました。